はい、皆さんこんばんは。今回は三重県いなべ市にありますリオ藤原カントリークラブ、こちらのゴルフ場で、星空ゴルフことナイターラウンドをしてきましたので、そちらの模様をアップしていこうと思います。以前にねナイター動画を出したことがあるんですけれども、まあその時にねちょっと僕の勉強不足で、こちらを紹介してなかったんですけれども、2017年の4月からこのねリオ藤原カントリークラブでもナイター設備が入って夜の営業もしていたみたいですね。ちょっとね勉強不足だったんでね、どうもすいませんでした。まあ、でネットでねいろいろ調べてみると、ナイターラウンドの予約の方は1ラウンドでもハーフでも予約できるようです。最近ナイター設備を入れたということで、まあ水銀灯のね照明ではなくて LED ライトの照明ということで、めちゃくちゃ明るいって口コミで書いてあったんですけども、まあどんな感じかはねラウンド動画の方で実際に見て確認してみてください。予約の方は当日の16時まで、受付していますので、空き時間を見つけての練習ラウンドには持ってこい。ラウンド前の練習ですが、ドライバーも打てるレンジがありますけれども、こちらは16時まで利用が可能です。バンカーやねアプローチの練習はボールも自由に使えて無料でできるんですけれども、こちらの方も16時以降は使えませんので注意してください。まあナイターゴルフっていうのはどこもそうなんですけども、クラブ内の施設の利用ができなかったり、バッグの積み下ろしがセルフだったり、いろいろね注意事項がありますので、予約の際に電話にて詳細を確認していくようにしましょう。カートは電動のリモコン式、コースガイドは紙のラミネートタイプ、ピンポジションの紙を参考にグリーンを狙ってください。アフタヌーン、トワイライト、スターライトと、まあ時間帯によって名前が違うんですけども、まあ基本的には同じプランです。今回は遅い時間のスターライトタイムでハーフラウンドとなりました。それでは中里コース1番から9番の模様です。どうぞ。さあ行きます。バーディー発進。アップしたね。トップした。多分スライス。
ギリギリ大丈夫っぽいけど。カート道っぽいね。今の惜しかったね。右が広いな、これ。うわ、低くいった。全然いいんじゃない？だいぶ低かった。うん。雨降ってきた、これ。行きますよ。なんか右が出ちゃった。ライン乗ってよ。ライン乗って。
大丈夫ですかね。ああそう本当に、まあでも行く。もう体も洗いそうていいだわ。右でいいんじゃないのこれ。右ドッグレッグやろこれ。バンカーの端っこにあるわ。
はい、いかがでしたでしょうか。評判通りね、かなり照明の方が明るくてびっくりしましたね。これだけ明るいとね、まあ、大きく曲げるのはちょっとダメですけども、まあ、多少曲げてね、深いラフに入ってもボールの方は見つけやすいんじゃないかなと思いました。まあ、ナイターはね、打った後のボールもね、意外と見やすいですし、まあ、落ちどころをね、ちゃんと見ていればロストボールはしない感じでしたね。まあ、コースの方はというと、距離はまあそこそこ、幅は割と広いので、まあ、多少ね曲がってもね、ドライバーで振っていける感じかな。ただね、まあ、全体的にアップダウンが結構あって、平らなところから打てるのは少ないので、傾斜からのショットの精度がスコアに出るコースだなと思いました。ちなみにね、レディースティーの前にもピンクのティーがあるので、距離に自信のない女性やシニアの方なんかはそちらのティーグラウンドを使うといいと思います。3番、5番、9番はコースが全体的になだらかな打ち上げになっています。ティーショットの落ちどころが上り傾斜なので、僕みたいに低い球でティーショット打つと全然ランが出なくてね、セカンドの距離が残ってしまうので、高い球を打ってね、キャリーで距離を出した方がセカンドが楽そうです。2番、7番のミドルは逆に打ち下ろしだし、下り傾斜になってるんで、ユーティリティやロングアイアンでティーショットしても良さそうな感じです。1番のパー5は距離も短くて幅も広いチャンスホールに対して、8番のパー5は長くてアップダウンもあって、さらには先の見えない難しいドッグレッグなんで、まあ難易度は結構高めなので、無理をせずパーを取るマネジメントでいきましょう。ラウンドした日は祝日の夜だったんですけれども、サクサク進んで、まあ、常にね動いていたので、まあ、途中からね雨が降ってきて結構濡れてしまったんですけれども、まあ、見た目ほど寒くはなかったですね。まあ、ただね、やっぱグリーンが雨で濡れてきてタッチを合わせるのが難しかったです。予報はね晴れてくる予定だったんですけども、山の天気が変わりやすいということで、カッパはね常にねバックに入れておいた方が良さそうなので、皆さんも注意してください。インターからねちょっと距離があって、アクセスの方はあんまり良くないんですけれども、その分ね穴場的な感じでめちゃめちゃ混んで渋滞っていうこともなさそうなんでね、おすすめなんで一度行ってみてはいかがでしょうか。ちなみに今年の2019年度は、もう3月の1日からねナイター営業が始まってますので、まあ、気になる方はね概要欄に、URL も貼っておきますんで、そちらからチェックしてみてください。次回の動画はまたまた三重県、あ、そうそう、東海ゴルファーには朗報で、今月のね3月の17日からね新名神がね開通するんで、まあ、鈴鹿から四日市のいつもの渋滞も解消するんじゃないかと思います。まあ、帰りの渋滞が嫌でね三重県方面のゴルフを避けてた方は、一応参考までに。次は三重県の津市にあります石ゴルフクラブ、こちらの模様をアップしていく予定ですので、またお時間あったら覗きに来てみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。